九条やゆうです。ということでやってきました。現地58試合目、マツダスタジアム。今日もフェニックスと一緒に、ベニーツケで見ていきたいと思います。頼む、ベニーツケ。嫌だ、やめてくれ。バチバチ。ドラマさんから差し入れもらいました。ありがとうございました。今日も、良かったさ、会えて。本当良かった。お前どうしようかと思ったもん。いや、またよろしくお願いします。ドラゴン、フェニックスさん の19あのドアラのあのユニフォームを見て、あフェニックスさんだそこら見てねと思って声をかけました。ありがとうございます。またお願いします。はい、バチバチ、ま、はい、お願いします。もう1人でカバン開いてますと思った以上にお時間がかかってしまいます。パフォーマンス横からめちゃくちゃドラゴンズファン横で、今日のカープの注目選手は松田高義。ここ最近5試合連続ヒット、5試合の打率は3割8分9厘の高橋に期待しつつ、今日3割2分8厘得点圏は5割の秋山に期待しつつ見ていきたいと思います。全得点圏は6割、マスタルは3割3分3厘の強さ目、田中美健気をつけつつ見ていきたいと思います。高井ら1本いらん、高井ら高井ら高井ら OK 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 おいー高井らOK! タイムリーヒットから。いいね、高井朗。直径圏は6月2日の3枚3分3塁の。チャンスに強い高井朗。グッジョブや高井朗。それ、おいおいおい。ミヤジムさん、ロッカーズか。おみくじ引いてもすぐだ。今日もカープはガチガチガチで。おー、わっせいわっせい。What's up, what's up, go! What's up, 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 カイト君もね、注意してる得点機は3割3分3厘のドラゴン好きなカイト君。いいねいいね松田の得点機も3割4分9厘でね、地元チャンス要素の悪くにいてませんよ。今日もカープはガチ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 、今日もカープはガチガチガチ、ショコさん
わっしゃいわっしゃい、今日もカープはカーシ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 、バザーイバザーイバザーイ。ここ最近5試合もね、サバリバル五輪の調子やろちゃん、やろちゃん。ベジラスとしてなさいしてる。いいね。タッカーヒロー、タッカーヒロー。バザーラカイト、カイトグー、サッカークラーサウサーヤロー、ヤロチエフイマジでヤロチャ。うわうわうわマジかよ、ヤッシュじゃんかも、帰ってくるか、あ、またまたまた、さて、痛み、あ、無理や、ネオやネオのこのシーズン初ヒット、ネオのタイムリー、ネオのディエゴタイムリーや、ネオかけた、僕らジーンとシームレス、ネオや、頑張れ、ドラゴンズ、負けていい、燃えドラゴンズ、負けていいって言ってる、ドラゴンズ、燃えドラゴンズ、さすが二刀流っすね。野手の人ですね。野手の人ですね。手の力見せろエロ。放て虹の大きく投げるレックショ。おい、いった、いた、いた。おい、あった。北橋鈴崎さん、一応大地さん、割り込みのね、3点男秋さん、あったマジか、何点取るんや、ジューザーのカールスが、ボルグに出ます、わっしょいわっしょい、秋さん、バザーイ、バザーイ、バザーイ、なんだ、おらんかったけ、まだいいものの、秋さん、秋山秋さん、アクソーここで言うとケイちゃん来ました、このファンゲットしてチャンスやったな、いやマジかよ、ゆうくん、よっしゃ、2人目も帰ってるよ、おー、わかんなくなってきたね、ゆうくん、みんなネオに、ネオ出せ、ネオ出せって言ってる、出てきたリュウクで、リュウクも日曜だりさ、ヨーレニムキュウリのね、三点男のリュウク、おー、あれかんなくなってきたぞ、俺リュウク、帰ろう、ありがとうございます、あと1個カープからとドラゴンズ、後ろにドラゴンズの車輪を見たんですよ、あ、本当にで、言ってることがおかしくて、宗教的にオレンジ色はないよな、イエローもどうかな、それならいいんじゃねみたいな、高く栄光の旗を立てよう、カブカブカブ広島カープ、俺飛ばすんすか、アンチャン、リュウク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 うーわーリュウクよっしゃー、今日途中出場でタイムリー2本目やおリュウクリュウク一応大地4番リュウクサンデー男がまたタイムだけやリュウクハーンの連続無失点記録も途切れた、ルーク燃えドラゴンズ、ソウルソウル頑張れドラゴンズ、2点差か、燃えドラゴンズ、まだあるぞこれ、ヨーディさん頼みますわ、ヨーディさん、おいやばい、今週全勝6連勝
いや、ジムさんのカルンが俺が見てますよ。今日もカップはカーカーカーチューチュー。わっせい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 。今日もカップはカーカーカーチューチュー。わっせいわっせいわっせい。すげえなぁ、ギリギリだったけどね、2回の得点だけ。いやよかった、まさかスキルしたね。いや言葉がないっすよ。うん、ギリッケーすごい力だ、これはもう。まあもうちょっと疲れ切ったんで、入っていいっすか。入っていいっすか。え、あの置いて帰ります。置いて帰ります。明日仕事もあるんで。あ、確かに3連敗ですね。いや、上がりました。また来週ですか。また来週ですね、はい、いや、悪いね。お疲れ様でした。お先です。サポニックです。はい、OK。 やったね。相当答えてたよ。帰った。手に来た。帰った。先制タイムリーの中村隆弘選手。さらには今シーズン第4号の秋山翔吾選手の参加です。いやー、この1点は多かったよね。そうでしたね。前に1点取られた後、ちょっと先頭打者にホームラン。そうそうそう、レアドタイムリーですね。この1点で良かったですね。え、明日帰る。まずは今シーズン5勝目を挙げた栗投手から。明日帰りますよ。クリトンスの力投でチームは今シーズン初の6連勝となりました。ありがとうございます。今日は6月26日スワローズ戦以来の白星となりました。今日はどんな思いでマウンドに上がりましたか。もうどうにか抑えれるようにマウンドに、上がりましたし、最初の回から野手の皆さんがたくさん点を取ってくれたので、気持ち楽に、投げられました。点を取られてしまったので、野手の皆様には申し訳ないなと思います。中でも4回、ワンアウト満塁のピンチをダブルプレーで切り抜け、最少失点で切り抜けました。あのシーンはいかがでしたでしょうか。でも本当に、しっかり守って、これで、ダブルプレーで、最初失点で切れることができたので良かったかなと思います。そんなクリトン氏の打線が大量援護しました。1回には4人のタイムリーで2得点、そして2回には秋山選手のホームランも飛び出しました。ベンチからどんな思いで見ていたんでしょうか。次からもっといいピッチングができるように頑張ります。続いて先制タイムリーの中村選手に伺います。ナイスバッティングでした。ありがとうございます。中でも1回、秋山選手、野間選手がつないで先制のチャンスで打順が巡ってきました。どんな気持ちで打席に入ったんでしょうか。いや、何とかしたいなと思って打席に入りました。その何とかしたいという思いがつながりました。打球はピッチャーのグラブを弾いて先制点が生まれました。打った手応え、あのシーンはいかがでしたでしょうか。点が入ったので良かったです。中村選手はファームで特にスイングの改良など打撃の努力を重ねてこられたと伺っています。それが実を結んだのではないでしょうか。まだまだ繋がってはないですけど、使ってもらったら結果残せるように頑張ります。今日先発のマウンドでは福井投手が粘りのピッチングを繰り広げていましたけれども、レフトからどんな思いで出ていたんでしょうか。支えてくれという気持ちでした。
中村選手ありがとうございます。そして最後は今シーズン第4号ホームランの秋山選手です。4点リードに向かい今シーズン第4号のアーチを描きましたけれども、どんな狙いで打席に入ったんでしょうか。いや、もう一回点が取れるように、下位の先頭だったので塁に出ることを考えて打席に入ってました。3球目のストレートを見事捉えてライトスタンドに運びましたが、手応えはいかがでしたでしょうか。すごいいい手応えだったので、ちょっと調子に乗って少しゆっくり走りました。ファンの皆さんもその姿しっかりと見ていたと思います。そしてチームは今シーズン初の6連勝です。そして収穫へ、秋山選手、今のチーム状況、空気感、どのように感じていらっしゃいますか。いや、もう野手、ピッチャーともにいい雰囲気でできているので、これが続くように頑張っていきたいと思います。これからも熱戦が続いていきます。7連勝に向けて、最後に秋山選手からファンの皆さんに一言ずつメッセージをお願いいたします。1週間後、ホームに帰ってきた時に、皆さんに、いいところでやってるなと思ってもらえるように頑張ってきますので、ぜひ次の月曜日皆さん来てください。続いて中村選手お願いします。これからもみんなで力を合わせて勝てるように頑張るので応援よろしくお願いします。最後に振り越しよろしくお願いいたします。秋山さんが全部言っちゃったんで、ね、何を言えばいいかちょっと考えてなかったんですけど、僕が投げるときは次も立ちます。よろしくお願いします。本日はありがとうございました。おめでとうございました。今日のヒーローは今シーズン5勝目を挙げた栗原投手、先制タイムリーの中村隆弘選手、今シーズン第4号のホームラン秋山翔吾選手でした。いや本当に素晴らしい試合でしたね。試合を振り返っていって、平田さん、はい、お疲れ様です。赤褒めにいたお疲れ様です。現地観戦お疲れ様でした。なんで現地だったんですか今日。赤褒めにそうですね、内野自由席の方でスタンバってまして。そうだったんだ。あ、青い方が帰ったっていうのを聞いて、はい、あとそう任せたって言ったんで。そうなんだ、はい。あ、まだこの辺におられてよかったです。そう今試合振り返ろうと思って。あ、そうです。それはそう、青フェニックスさんはもう帰っちゃって、なんかちょっと残念ですね。残念でしたね。負けたからといって機嫌悪くなっちゃったのかなと思ったけど、よかった。でも赤フェに、あ、でも今日サングラスしてないですよ。夜ですからね。あ、なるほどね。いや、ありがとうございます。ナイスゲームでしたね。試合振り返っていきたいと思います。いやー、マジでフェニックスさんちょっと帰っちゃったんですけどね、すっごいいい試合でしたよ。まずこれで6連勝、いや考えられないですね。初回一挙5得点まず高弘がタイムリーね。高弘も今シーズン得点圏は6打数2安打3割3分3厘、チャンスに強い男を今日3番スタメン高弘のタイムリー先制して、でその後海斗君もね、中日戦の得点圏は3割超えのドラゴンズキラー海斗君のタイムリーで、さらに坂倉もね、今後試合は3割超えの調子のいい坂倉のタイムリーで、さらに矢野内、また今日も出た矢野内。矢野内はね、もう先月の得点圏は5割超えで、全部の得点圏、今シーズンの得点圏もやっと3割乗ってね、めちゃくちゃすごいこと、マジで。あの守備力プラスでチャンスにも強いってなるんですよね。素晴らしい。で5点取ってたらその後ね、デオのタイムリーで、ね、もうあれ見たらね、でも野手やった方がいいんじゃないかってちょっと僕は思いました。そんぐらい打球打つよかまっぶたしてね、今シーズン初ヒット。でただその後点取られた後に秋山のホームラン、秋さんもね、日曜打率は3割5分3点5とか、秋さんがホームラン打ってくれて、で6対1。ただそこからね、内野ゴロの間に1点とか、龍空のタイムリー2本、龍空もね、日曜打率4割2分9厘のサンデー男龍空にタイムリー2本打たれて6対4。ただそこでね、なんとか踏みとどまってくれて、
6連勝ということでね、素晴らしい試合だったよ本当に。なんか嘘みたいだねこの広島遠征6試合は。いや本当にちょっとねフェニックスは帰っちゃったんですけど、いやもうマジでフェニチケ感謝ですね。フェニチケのパワーでフォニッチすぎるなマジで。はい、ということでね、今日も一日お疲れ様でした。いやでかい、いやのち。命かけた勝負の舞台、恐れず